ちゅ熱だ。怖い話。これからの季節、たくさんあると思いますが、私もね、それにね、ちょっと先取りして暑くなってきたんでね、私の怖い話で気温下げていきたいなと思います。それでは早速、僕の怖い話ベスト3ですね。いや、僕が体験した怖い体験ベスト3発表していきたいと思います。第3位。まあ、あれはですね、僕が小学校ぐらいの時だったんですよ。犬飼ってて、本当僕の誕生日の時に飼った犬で、すっごく僕に懐いてたんですね。で、僕2階に自分の部屋があったんですけど、犬も上がってきて一緒に寝てくれるんですね。イントネーションおかしいか。一緒に寝てくれるんですよね。でもその時はなぜか僕のベッドに入ってきてくれなくて、ああ今日は一人で寝るのかとか思いながらね、まあ寝たわけなんですけど、その時ある夢を見たんですよ。小学校にいる夢だったんですけど、火事になってるんですね、小学校が。僕は逃げ遅れるわけです。で、階段を下ってて、まあ、火事なんで、そこで下から火が上がってきてて、で、上にもなぜかわかんないんですけど火がついてたんですよ。で、こう挟み撃ちにされて階段の途中でね、逃げられなくなるんですね。で、そのままどん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 火が迫ってくる夢を見たんですよ。息ができないんですよ、夢の中で。とても苦しい、苦しい、苦しい、苦しい。するとパッて目が覚めたんですね。まあ、部屋真っ暗にして寝るタイプだったんで、まあ、真っ暗なわけですよ。パッて目が覚めてるんですね。目が覚めてるのに、なぜか息ができないんですね。え？ってなるわけです。苦しい、苦しい、苦しい。なぜなんだ、なぜなんだ、なぜなんだ。息できなくて、うわーって起き上がったんですね。パッて僕の寝てるところを見たんですね。するとそこには、犬がいました。僕はこう寝てたんですよ。寝てるこのね、冬だったんですね、その時。寒かったんでしょうね。多分暖かい鼻息に当たりたくて、多分僕のこの顔の目の前でこう寝てたんです。ここでね、ここで寝てたんです。犬が邪魔で息できてませんでした。そして僕は犬をどけた後に、また寝ました。するとまた火事の夢を見るんですね。苦しい、苦しい、苦しい。苦しい、苦しい。バッて目が覚めると、また苦しい。なんでなんだ、バーン、起きます。また犬がいました。はい、ね、今のが第3位です。どうでしたか？怖かったでしたか？何？怖くなかった？まあね、第2位と第1位残ってるんで、まああれなんですけど、人生で、マジで怖い体験、幽霊系でね、2回しかしてないよ。3つもないよ。まあでも、2回はしてるんで、第2位、第1位、楽しみにしててください。それでは早速、行きましょうか。第2位は第2位は、それは小学校の時です。あれ小学校3年生とかかなの時に、まあ朝早くに目が覚めたんですね。5時くらいだと思います。でも親はもう起きてたんですね、5時くらいに。そう、動くのが早いんですね、僕の親。お弁当とか作ったりしないといけないわってしちゃうから。まあ、起きるのが早くて、で、その時僕もパッて目が覚めたんですね。で、僕が寝てるところっていうのが、和室で寝てたんですよ。和室でね。キッチンがあって、キッチンがあるんですね。キッチン、で、リビング、で、和室っていうね、形なんですけど、壁っていうのがないんですよ。襖みたいなのをつけたこともあるんですけど、
襖とかがつけてない時期もあったんで、つけてない時期でちょうど突き抜けになったんですね。だからキッチン、リビング、和室っていうような形になったんですけど、まあ、僕和室で寝てるんですけど、いつもね、お母さんお父さんと小学校、ね、低学年の時は寝たんですけど、その和室からキッチンまでこうね、突き抜けなんで見えるんですよ。だからキッチンの方にですね、なぜかわかんないんですけど、男の子いるんですよね。え？って思うじゃないですか。その時僕、寝ぼけてたのか、あまり焦ってなかったです。あれ？あれ男の子かな？みたいな。寝起きなんで、見間違いかな？みたいな。ぼやけてね。あれでも男の子の顔っぽいんだよね？みたいな。そうなんですよね。そう、だからその、敷居みたいなのがあるんですけど、キッチンね、ところの、その敷居の壁からこう、横からね、こうやって、覗いてくるんですね。あれ男の子かな、いやでも違うか見間違いかみたいな、まああんまり覚えてないんですけど、ずっとこちら見てるんですね。あれ誰だろう、いや見間違いか、あれなんか模様かなんかが見間違えてんのかな。スッってまた寝たわけですね。でまた朝ね、自分が起きる時間になってバッて目が覚めて、そう、なんか男の子いたなってことを思い出すわけです。パッてキッチンを見るんですね。あ、なんか模様とか見間違えたんじゃないか。そこには何もいませんでした。模様とかもなかったです。白い壁でした。え？って思って、キッチンの方で見に来ました。本当に何もなかったです。え？じゃああれ、誰だったんでしょうかね。男の子だったんでしょうかね。あ、二つ目どうでした？そんな怖くなかったよね。うん、僕もね、あんまり怖くなかった思い出があります。っていうか、あんまり怖くなかった。うん、そう、本当だから多分いたんだよね。多分かわかんないんだけど、うん、もう結局その子とはそれ一個会ったことないですね。うん、ほんとね、真っ白い顔のと、何？昔話とかに出てきそうな感じのね、目がずっと細いね、そう、男の子みたいな、男の子でした。またいつかね、出会えたら、次は遊ぼうかなと思います。まあ、とはいえね、一番今まで自分が体験した怖い話ですね。第1位は、第1位というわけで、第1位はこれは僕が保育所だった時の話ですね。お父さんとお母さんと寝てたんですね。で、夜中にパッて目が覚めたんですよ。で、その時真っ暗にして寝るね、習慣があったので真っ暗だったんですね。でもなんか真っ暗でも多少はなんか目が慣れてきたら見えたりするじゃないですか。真っ暗闇の中って。そう、そんな感じでね、ちょっとまあ見えるなーくらいだったんですけど。パッて上見るとね、お母さんがこっち覗き込んでたんですね。座って。多分トントンしてくれる時ってほら、こう僕が寝てて、こう横に座ってこうトントンしてくれる感じじゃないですか。横に座ってね。でも横に座った状態でこっちをお母さん見てたんですね。あ、トントンしてくれてるんだなと思って。まあ、トントンされてなかったんですけど、座ってたんですね、お母さん。まあ全然ね、日頃よくあることだったんで、お母さん座ってまだ起きてたんだと思って、あーもう眠たいと思って横を寝返り打ったんですね。お母さんの方を寝返り打ってパッて見るじゃないですか。お母さん寝てるんですよ。これも混乱するわけですね。え、その時は本当焦りましたよ。だって起きてたんだから、お母さん座ってた人誰になるじゃないですか。パッて目つぶって寝てるお母さんいるんですね。本当に寝てるお母さんが、え、お母さんいるやんって焦って上を見るわけですね。するとさっきお母さんだと思ってた女の人がこっちをグッとすごい目力で覗くわけですね。すっごい覗いてくるわけです。え、嘘でしょ。怖くなりました。まあでもね、真っ暗なんで見間違いかなと思ってこう目つむるわけです。で、あーなんか変なの見ちゃったなーって、パッて目開けたら
やっぱりいるんですね。こっちを見てる女の人がずっと覗いてきます。すると横によく見るとおじさんもいるんですね。おじさんはなんかにやつきながらこっちを横目で見てるんですよ、こうやって。で、その前に女の人がずっとこうやってずーっと覗いてくるんですね。怖くなりました。本当に怖くなりました。布団をバーンって上げるんですね。ほんでそのまますぐ下を向いてお父さんとお母さんに大声で叫びますよ。早く電気つけて、電気つけてって。怖くなったんでお父さんとお母さん飛び起きます。パチッ、電気をつけました。そこにはもう誰もいませんでした。一体あの人たち誰だったんですか。本当、何なんですか。よくわからないですね。ずっとこっちを見ていたあの人は僕に何を伝えたかったんでしょうか。さっぱりわかりません。はい、というわけでね、もう終わりましたけども、何？あまり怖くなかった？一般人の怖い体験、こんなもんでしょ。そんな怖い話が話す人の怖い話みたいな、そんな体験しないでしょ。でもマジで見えたんですよね、あのおばさん。マジでお母さんだと思ってました。ごめんお母さん、マジでおばさんでした。おばさんの霊とおじさんの霊、マジで見ましたね。ていうかマジで人でしたね、ただの。そんな怖い、ね、顔とかじゃなかった。マジで普通の人でした。どうですか、ちょっと最近暑くなってきましたけど、クーラーなしで過ごせるぐらいには僕の話で体感温度下がったんじゃないでしょうか。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。